ああそう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 、アシュリーと合流してなんか銃を出して自殺しようとしたところ、ミサンガ薬持ってきてくれたんだ。立ってるか。ルイスはどこ。ルイスは君を心配してた、最後までな。え、死んだの。急ごう、時間がない。こいつらを取り除く。ここのムービーはあれで行くべきだったか、ミュージカル風で行くべきだったか。エイダ、情報が欲しい。寄生体を除去できる施設について何か知らないか。重要な施設は全て山頂の教団本部に集まってる。あるとすればそこね。さすがだな、エイダ。光栄だわ、一つ貸しね。えらい反応が遅かったな。何？あ、いけたいけた。何の前触れもなく俺たちは監禁された。一人ずつ隣室に、連れて行かれて何かされている。同僚のアナベルが、次は俺、考えろ、聖書。ブラーガに感染した奴らは全員サドラーの言いなりになる。うん。反面知能がミミズ並みになるからね、頭脳労働させたい場合には使えなかった、ね、そしてプラーガの上位種、ほう、特別な変異能力はないが知能が低下しない。テストは全て成功しているね。俺たちは監禁された、アナベルは別人になった。あの顔、あの幸せそうな顔、何か書いてないと狂いそうだ。読むやつなんていないのに。とりあえず行く道は、ああ、あっちね、はいはい。まあ弾をねほぼ全て吸われたので回復しないと。さーて、どう、タイプライト、魚。なぜこんなところに。とりあえず戻らなくていいだろう、わざわざここにね、武器商人のところ。うん、前に行ったら多分いると思うんで先に進んでいこう。行けるか。もちろん。中から開けてくれ。どういう状況やったんや今。鍵開けなら任せて。これさ、さっきつっかえ棒みたいなやつ上げて鍵開けたけどさ、こんだけ隙間あったらさ、あのこれとかさ、ケーブル拾うじゃん。隙間から通して引っ掛けて思いっきり上に上げたら多分開くよね。今のつっかえ棒、うん、ほらロックするタイプじゃないもんね。引っ掛けて棒を上に上げるだけで外せるよねこれ。ライフルの弾は本当にびっくりした。アシュリーの目が赤くなってる、やばいって思ったらメガネだった。ほらやっぱいた。ん？依頼もあるじゃん。青いメダリオン破壊、久しぶり、久しぶり。先か？先やな。んで、とりあえず弾、ブラックバス君は売るか？邪魔やな。金の卵も売るか、いい金になるし。あった、これやな。お、部屋からブルー、金のトークン。部屋からはね、ゲーム終わらなくてもつけれるんで。こんなことを言っていいのかな。
ババアになった今回のアシュリーちょっと値段じゃねえや、年齢が上がりすぎたって言われてるとこあるんだけど、メガネをすることでね、ちょっと幼く見えるんで、でメガネがなくなってさらに青髪になったことでババアになりましたね。さらにアシュリー19歳ぐらいでしょ今。これ壊せるやつだな。お金3万5000円、うん、あ、射的場あるじゃん。まあ1回ずつ遊びでやって。ウェルカム。まずは新商品チェック。一品がいろいろ揃ってるぜ。ここで金を落としていくか命を落とす。キラーセブン君買いますか。で売却、レンチ、レベル3カズキもいらないね。どんなブツも大歓迎だぜ。ふむ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 。金の卵は売ろうか。あれ、うん、これはもう換金した方がいいね。圧倒的だ。いつも食うならいいな。トレード。お次はなんだ。23か。金じゃとても買えない。よし。また来いよ。それと一つ試したいのが装備入れ替え。ショットガンは弾ぶち込まんと話にならんな。サブマシンガン、これにパーツ、特殊スコープが装備できるんだよね。これがないとね、あの白いやつがきついかもしれないんだよな。持っていくにしても場所がないな。まあとりあえずナイフを直す。今後ストレンジャーボディーアーマーも直す。我ながら本手まして死ぬなよまあ一回ずつね、射撃を遊んでみましょう。まあガチャは終わってからでいいか。さて、A4 が出ま、すごいのあるな。パニッシャーと、ライオット、とりあえずやろう。まあ初見だとちょっと無理かな。ショットガンを使うべきだ。いつだよ。ここか。まあ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 。すごい。ショットガンなら広範囲に散弾をばらまけちまう。ボルトスアロー。前に装備。始め。お。頑張ってレオ。遅ない。すげえ腕前じゃねえか。思ったよりラグがあるね。
届かん。これもちょっときついな。さあラストはいろんな装備、まあこれが一番むずいんだろうな。一応オール S を取れというトロフィー君は発見しているので、まあ2周目もしくはここがラストっぽいんで、ここのセーブポイントを残しておけば。これ貫通できる装備、マシンガンで的です。トリプルキラー、嘘でしょ、すごすぎ、その調子だ。結構ブレるね。ヘッドショット、割とリロードも長め。はやない、こんなんできひんって。どの武器使えばええんかすらわからへん。これショットガン、サブマシンガンの反動が正直きつい。しまった、お前動くの。だいぶブレるね。一回だけかよ、そこ。真ん中でいいっぽいね。これむずすぎるな。まあクリア後で。お疲れ、楽しめた？ここはテーブル式なんであんま細かいことを気にしてもしょうがないので。贅沢なテーブル。お前さ、何がレアで安いだよ。いい加減にしろよ。全然ハズレしか入ってねえ。かぶった同じやつやねえか。責任者呼べ、責任者。あ、責任者上におるわ。責任者ここにおるわ。おかみを呼べ。ほら、一流品ばかりな。ウェルカム。クソガチャよ。一品がいろいろ揃ってるぜ。2個じゃねえの、2個じゃ。価値ある品だって墓場では持っていけねえぜ。さあ、ということで、今あるのはこれだけだ。やりますか。ケースカスタマイズ君で高く売れるルイス君を中央に装備。そして売ります。それで何がお望みだ。高く売れるのは武器だ。素材も値上がり不振。まあ、とりあえずブラックバス君はいらん。
武器だけだね。この左側のやつか、これは倉庫か、それとも。まあ、ショートナイフ君を1本売りましょう。で、こっちは今だっけかな。ライフル弾を振るおうとはさすがに使うことない。で、このマグナム君を売りましょう。時は金なりだ。うっせ。センキュー。足りねえ。ちょっと足りない。余り気味の宝石を1個売るのもありかもね。どんな価値ある品だって墓場では持っていけないぜ。これを買いたい。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。まあまあまあ大丈夫だろう。また来いよ。弾なしって。そしてね、こっちを優先。基本俺はハンドガンで戦うスタイルなんで、めちゃくちゃあの白いやつと相性が悪いんだよ、ね、サブマシンガンの弾あるからね、これを使えってことなんだろうな。おっそリロード、ね、よし。近すぎひん、そうでもないのか。よし、逆に言うとあいつ以外はバレた？オリジナル版だとここはアシュリーが運転するところかな。すごい声がするね、お宝ある。そしてこの辺もメダリオンも。下ルートあるな。向いてる方向か、あった。行かないかもしれない。スコープがない。ハンドガンで届くか。届くな。今ね、アシュリーの手が敵の手に見えて超ビビった。このトレジャーはそこか。違う。お前か。トレジャー君、ここ裏。えいへい、たいたいっつってる。どうしたんだバレーボールっつってる。そしてトレジャーがわからん。これ高さ違う？いや合ってるよね。あった。どうしたんだバレーボールっつってる。当たった。紫氷。うん、まだまだ。え、このメダリオンじゃなかったの、さっきの。
角度的にはもうちょい左。まあ見当たらんな。まあ戦ってから考えますか。いるわ。離れてろ。わかった。セクス大祭。De aquí no salís. Saku.近いってもうちょ離れとけや。ここ3個あるね。アシュリー抱えての脱出劇はちょっとしんどいな。こちら銃声だと気づかないから無能だからね、うん、お宝一つ。そこ奥のやつをあれステルスキルしたいとこだね。ちょっと無理か。そしてお宝ここ、これか。あった。金の腕は草じゃない、臭いじゃない。あいつステルスキルしてからスタートかな。推しのトレード。そんなガスマスクなんかつけとるから気づかんね。視界悪そうだもんね。まあ無能やから気づかんや。気づかれとる。新空耳に入ってきたって感じやね。うーん、左。一階上の階層だね。これも。これ一番下の階層なんだよな。まあ行こう。あった。気をつけて。